淋病。淋病、淋病は、林菌への感染により起こる、感染症である。性感染症、性病、STD の一つ。林菌性尿道炎では、尿道の強い炎症と痛みを生じ、海が生じる。女性や喉への感染では無症状のことも多い。一回の性行為による、感染率は、約30%と高い。林菌の診断が下った場合の、 正規クラミジア感染症と同時感染は20から30%であるため、その場合クラミジアの検査も必須とされる。1984年をピークに減少したが、1990年代半ばから増加しつつある。治療には、抗生物質が使われる。咽頭への感染が増えているため、喉にも有効な治療では推奨されるのは、セフトリアキソンを 1g の注射剤のみである。 ペニシリン系、テトラサイクリン系、ニューキロロン系、第三世代のセファロスポリン系では薬への耐性化が進んでいる。性行為の相手を特定に限ったり、コンドームを使用することで大きく予防できる。感染症法における取り扱いでは、臨筋感染症は5類、感染症定点把握疾患に定められており、全国約900カ所の性感染症定点により、 毎月報告がなされている。古代の人は、その症状によって尿道から流れ出る脳を見て、陰形の勃起なくして生液が漏れ出す病気、生液漏として臨病を捉え、後の、生液、イ流れるの意味の合成後、ゴーナーアートを命名した。そそぎは、寂しいという意味ではなく、雨の林の中で、木々の葉から、ぽたぽたと雨が滴り落ちるイメージを表現したもので、ある。 鈴金性尿道炎は尿道の強い炎症のために尿道内空が狭くなり痛みと同時に尿の勢いが低下するその時の排尿がポタポタとしか出ないのでこの表現が病名として使用されたものと思われる性行為やオーラルセックスにより感染する鈴金は弱い菌で患者の粘膜から離れると数時間で感染性を失い日光や乾燥 温度変化、消毒剤で死滅する。そのため、成功や成功類似行為以外によって感染するのは稀である。ただし、分娩時に三同感染で母子感染を起こすことがある。さらに、手指やタオルからの感染が疑われる報告もされている。一回の性行為による感染率は約30%と高い。正規クラミジア感染症と並び、 よくある感染症である。感染後数時間から数日で発症する。咽頭の場合は、咽頭炎、性器の場合は、臨筋性尿道炎、男性のみ、子宮頸肝炎、女性のみを起こす。感染部位は、咽頭、性器などの粘膜のほか、尿道、子宮頸部、直腸などの内膜や、目の結膜を起こす。咽頭の感染では、あまり症状は見られない。 感染している女性の内臨菌を確認できるのは60%程度。男性の感染者の場合は、陰形からの分泌物サンプルを調べれば90%以上で診断がつく。喉や直腸の感染症が疑われる場合も、これらの部位のサンプルを採取し、培養検査を行う。男性の場合は、泌尿器か、性病か、女性の場合は、産婦人か、性病かを受診。 陰頭感染の場合は、自備ン効果。初心時に、グラム染色で隣菌の診断が得られれば、クラミジアの検査も行う。隣菌感染者の20から30%が、クラミジアの感染を合併しており、クラミジアの検査も必須とされる。グラム染色で隣菌が検出できなければ、拡散増殖法、SDA 法を行う。リン菌は死滅しやすいことなどから、 検体の取り扱いに注意が必要である。採取と培養においては、乾燥や温度変化を避けて保存や輸送を行う。検体採取後直ちに培養ができない場合には必須である。尿はそのまま室温にて迅速に検査室へ輸送する。臨筋検体は採取した日に分離培養することが原則で長時間放置してはならない。生殖器以外からの分離菌に対しては、 禁酒の同定を行うことが必要である。臨筋感染症では血清診断法は有用でない。喉では2週間以上空けてから治療判定の検査を行う。検査には病院のほか、検査キットが販売されている。保健所が無料で行っている場合がある。こうした無料の検査は月に1から2度である。治療には抗生物質が使われるが耐性化が激しいため、 ペニシリン系には90%以上が、テトラサイクリン系、ニューキロノン系には70から80%が、耐性を持っており、第3世代のセファロスポリン系でも30から50%が、耐性を持ち、セフィキシムでも無効例が報告されるようになり、リンキン製の尿道炎や子宮系肝炎では、セフトリアキソンやスペクチノマイシンの注射剤味が、保険適用の上で推奨できる。 これら2種は2016年時点で100%に近い有効性があり、治療後の検査は必須ではない。しかしながら、咽頭への感染が増えているため喉にも有効な治療が第一線となり、喉の臨筋では推奨されるのはセフトリアキソンを 1g の注射剤のみである。また、セフトリアキソンの耐性菌も日本では世界に先駆けて報告されている。 傾向薬のアジスロマイシンの 2g は90%以上の有効率であるが 1g では40%が治療に失敗しており地域的に耐性を持つ菌も増えており第一選択肢ではない。例えば福岡では2010年の1.8%の割合であったアジストロマイシンに耐性を持つ臨菌は2013年には22.6%だと報告されている。 抗生物質の乱用から高い耐性を持つ耐性菌が蔓延しつつある。国や地域により治療で多く使用される抗菌薬やその使用方法が異なるため耐性菌の検出率も異なってくる。筋欲は大きな予防法である。事前策には不特定多数、確率的にその中に感染者が含まれているためとの性行為の自粛や コンドームの着用で大きく予防することができる。100%ではなく、また、口から口へという経路などは、防ぐことができない。2000年の横浜市感染症発生動向調査における、臨近感染症の男性患者の年齢分布によれば、28%が25から29歳と、多く、ついで23%が30から34歳、21%が、 20から24歳の順。女性の数が男性より極端に少数であることについては、女性は自覚症状に乏しく受診の機会が少ないことも要因の一つと考えられる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。